に染み渡るとはこのことを言うのだな。いちいち反応が大げさなんだよ。姉さんが調子に乗るからほどほどにしといてくれるとありがたいね。暖かくて味もいい。腕が上達したのがよくわかるな。食材の切り方も美しいし、味のバランスも整っている。どうした？自分でも食べないのか？保護政策についてはまだまだ話せない部分も多いのだが、いろいろとあってな。
が懸命に選んだプレゼントを。はあ、何これ、ぬいぐるみ、なんかどっかで見たような。ふむ、ジジイそっくりだろ。鼻メガネとどっちがいいか最後まで真剣に悩んでいたのだが。カルディア、子供二人が騒がしくてな、眠るには少し早いようだ。仮仕事の最中だったか。別に隠すようなことでもないと思うが。手芸か。お前がロンドンにいた時やっていたような記憶はあまりないが。いや、よくできていると思うぞ。この作りかけのマフラーなど厚みがあって防御力も高そうだ。ただどれも作りかけのようだが、少し色が落ち着きすぎていないか。お前ならピンクや赤の方が似合いそうな気がするが。インピ？シシ？
なるほど。だから慌てて隠したわけか。だが、そこまで秘密にしておきたかったのならば、せめて自室でやるべきだったな。ルパン、フラン、インピー、伯爵、私のものはいいとしても、シシーの分にフィーニスとドラクロワの分もあるのか。なるほど。だがこのペースではクリスマスまでに完成するとは思えんな。まったく、貸してみろ。この程度なら少し手習いすれば問題はないか。とりあえず私の分をなくせばいい。その分負担が減るはずだ。却下だ、カルディア。知らなかったならまだしも、こうして知った以上は見過ごすわけにはいかない。できるだけ秘密にしたい気持ちも、自分一人でやり遂げたい気持ちもわかるが、それで完成しなくては意味がない。そもそも私に知られた以上、もう秘密にしておく必要もないだろう。私の分も作るなとは言わない。ただ、最後に、本当に余裕があればでいい。お前からのプレゼントなら、クリスマスでなかったとしても、その嬉しさは変わらないさ。させておけ。うん、せっかくだ。私なりのアレンジもしてやろう。
ないか。だがこう見えて子供の頃はよく母の手伝いをしていたんだ。それに軍にいた時代も制服の階級章やボタンの縫い付けなど個人に任されている針仕事は多い。そうなるな。吸血鬼保護政策についてはレンフィールド公爵の力添えもあって現在順調に進んでいる。だが未だ人間側にも吸血鬼側にも反対の意見は決して少なくない。だからこそ我々は隠れた吸血鬼を探し、一人でも多くの賛同者を募る必要がある。この火を消さないためにも。
仕上げは残っているが、これで一段落といったところか。別にそうかしこまる必要はない。宿代のようなものだ。今夜はゆっくり眠るといい。明日の朝ロンドンに向かうのだからな。私もさすがに少し疲れた。もう部屋に戻ることにしよう。Thank you.